どうも、カトちゃんです、えー。僕は自分の意見を人に発信し、人の現状よくできる、コーチに憧れ、そして最終的には自分である物事を追求するかっこいい人で溢れる社会ができたらいい。そう思って発信活動をしています。今回はしたいことが何なのかを考えるときに見る動画として、ある一つの方法をお話しししようと思います。この方法を理解してないと、あなたは 自分のしたいことって何なんだろうそう考えて、ただただしたいことをやれている人を見て、いいなぁ。あの人たちはしたいことが、ちゃんと見つかっていいな。それに比べて自分は、そんな風に途方に暮れてしまい、落ち込み、負のスパイラルにはまってしまいます。でも、今回の内容を理解していれば、あなたは、自分のしたいことは明確化になり、そして、自分のしたいことに向かって突き進む。自分のしたいことだけをしている。そんな人になり、 周りから、また好きな人や大ちな人からは、したいことやりたてす,すごいね。そうやって、周りから称賛されることは間違いありません。では、そうなるべき方法は何なのかというと、UD 法です。UD 法。UD 法ってご存知ですかね英語の U に、ABCD の D。この UD 法です。では、これは何なのか、どういうステップを踏みえいのかというと、3つのステップを踏まえいです。3つのステップを踏まえいんです。紙とペンを用意して、 ステップ1。まず、したくないことやりたくないことをとにかく書き出してください。もうしたくないこと,とやりたくないこともうザーッと書いてもらっていいです。もう出るだけ。そして、ステップ2。ここで、したいことを書くんですね。で、したいことなんな,んな,んなのっていうふうに悩まれてると思うんで、その、ステップ1で書いた、したくないことやりたくないことの逆を書いてください。その逆がなるんで。もしくは、したいことやりたくないことが全部これやらなくて済んだ時に何をするかなっていう、ことを考えてもらってもいいです。では、そのステップ3。 その、ステップ2で書いたしたいことやりたいことの中から、よりこれできたらワクワクするなって思うのに、印をつけてください。なんでこの印をつけるかというと、あなたの重要度、緊急度、そして情熱が高いものを見分ける必要があるからです。もし、このしたいことがもし5つくらいの場合は、上位の3つに印をつけてください。え、もし、10個以上、もしくは10個くらいだった場合は、上位の5つ、これできたらワクワクするなっていう、上位の5つに印をつけてください。 この印のついた5つがあなたの重要度、緊急度、そしてあなたのしたいという情熱が高いものになります。逆に言えば、この印がつかなかったものは重要度、緊急度、情熱がこの中で薄いということになるんで、それは一回排除してください。この余計なものを排除するという行為があなたのより本当の自分になるための、本当にやりたいことをやる自分になるための方法なんです。え、それでは今すぐ、え、紙とペンを用意して、 したくないことを書き出す。やりたくないことを書き出す。そして、ステップ2、やりたいことを書き出す。したいことを書き出す。そして、ステップ3、したいことの中でよりやできたら我がクするなっていうものに手術をつける。このアクションをやってください。えー、人はリアクションすると学習効果がより高まると言われてるんで、この動画を見てくださったら、えー、下記のいいねボタンに、えー、ぜひクリックをして、いいね、いいねを押してください。お待ちしてます。えー、それでは、何千万分の1という確率でこの動画に出会ってくださり、僕に出会ってくださり、ありがとうございました。失礼します。